歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。前回スポーツの日っていうことで運動について噛み合わせの大事さについてお話ししましたが、じゃあ噛み合わせを作っていくもの、歯が欠けたり失われたりした時にどんな治療を行われている、ちょっと話してみましょう。虫歯で歯が欠けた時、まだ歯の欠けてる量が少ない時っていうのはプラスチック樹脂、光で固めると硬くなるレジンというね、一般の奥様方、お嬢様方だったら、まあ付け爪だったりとかネイルアートだったりとかいろいろある時に液状のもの爪のとこやって光当ててピーって固めると、あのブルーの光ね、当てるとピーって固まる感じの、あれわかりますかね。あれと同じような種類でレジンっていうプラスチック系のものね、まあ当然色は歯の色ですよ。これをこう虫歯で削ったところに埋め立て、それで歯の形にして直していくっていうのが、まあ歯が小さい場合の大体やり方かな。大きくなってくるとこれが金属になってきて、いわゆる銀歯というなるケースが多いと。まあ今は歯を全部削ってまるっとこうかぶせ物ってなるときに、銀歯以外にもキャドキャムって言われるような強化プラスチック系の白いかぶせ物っていうものも保険の中にも存在しますが、いろいろなこう条件がクリアできてないと、入れれないものなので、全ての人が適用になるとは限らないということはちょっと覚えておいてください。審美目的でやるのはダメですよ。虫歯の治療の中の選択肢として、決める時の選択肢がそうやって広がってると思ってください。完全に審美目的でやるんであれば、これは保険ではないです。まあお医者さんの美容整形とかもやっぱりあれは保険にならないですよね。だから病気の治療は保険だけれども、病気の治療じゃない場合はこれ保険じゃないよっていう感じのイメージで大体捉えると当たります。奥歯の方でも一応白いかぶせのものが入ります。そうすると今まで金属アレルギーとかで銀歯入れてるとちょっとこう湿疹とかああいうのが出ちゃうよっていうような人、今はその強化プラスチック系のキャドキャムっていうもので金属アレルギーの人は入れることもできると、そういう人にとってはやっぱり朗報ですよね。こう条件っていうのもあったりはしますが、選択肢としてはそういったものもあると。削って削ってかぶせ物っていうのやってたんだけど、それでもその歯が残せなくなって抜きましたっていう時ね、両隣の歯を削って橋渡しをするように入れるものがブリッジと言われるもので、両隣の歯とか削るの嫌だね、バネがついててもいいからっていう感じになってくると入れ歯っていう脱着式のものになるんだけど、固定式のブリッジに比べると脱着式の入れ歯、少しこう揺れたりする分だけ噛んだ時の歪みというか力の入りにくさっていう、やっぱりブリッジよりも入れ歯の方が噛みにくいです。で、他の選択肢、両隣の歯が健康だとしたらやっぱりあんまり削りたくないよという場合に、こう保険外になってしまうんですが、インプラントっていうものを選択すると、なくなってしまった歯の部分に金属のネジのようなものを埋め込んで、その上に歯の形のものを取り付けると、まあ全て差し歯でっていうような形じゃないけどね。あ、そうそう、差し歯で言うと、皆さんあの差し歯っていうのを歯のないところにね、何突き刺して噛めるようにするから差し歯だと思ってる人いるんですが、あれ差し歯っていうのは虫歯でダメになった歯ね、だけどダメになったのは頭だけで、骨の際のところまで、歯の根っこの部分まではまだ無事で残ってる歯、根っこが無事に残ってる歯に対して、その根っこに突き刺して歯の形にするのが差し歯。骨に突き刺してるわけじゃないです。骨に突き刺す形っていうとインプラントっていう、さっき言ったそういう形ね、いまいちよくわかんねえよって言われるかもしれないんだけど、さすがにね、喋るのだけでこれ説明するの大変なんで、むしろ歯医者さんに行って絵と解説をもとに、これがブリッジ、これが入れ歯、そしてこれがインプラントっていうか聞いていくといいと思います。コスト的なものも含め、メンテナンス性も含め、それぞれ利点欠点があります。しっかりと説明を聞いて納得の上で治療方法を選んでいくといいと思います。というわけで、
歯が欠けたり失われたりした時どんな治療があるかということについて今日は語ってみました。それでは今日はこの辺で失礼します。